北極圏に位置するノルウェー海の入り江である。オフォートフィヨルドは長さ 78km であり、ノルウェーのフィヨルドでは12番目の長さ、最大深度は 553m で、ノルウェーのフィヨルドでは18番目の深さである。このフィヨルドは、なるックの町がフィヨルドの内側にあるため、多くの歴史文書にて、なるびくフィヨルドと呼ばれるが、正式な名称ではない。 フィヨルドは山々に囲まれており、フロスティ線氷河が見られるスクジョ面では1500メートル、さらには1700メートルに達するものもある。唯一の大きな平野部はエベネスにあり、フィヨルドの近くや狭い谷には小規模の平地がある。標高500メートル以下の山々は森に覆われており、白樺が最も一般的であるが、松やポプラも生息している。フィヨルド周辺の岩盤は、 変魔岩や花崗岩などの硬い鉱物と石灰岩が,が豊富な柔らかい鉱物の両方で構成されている。周囲のオホテンはオフォートフィオルドにちなんで名付けられた。前半の要素の意味は明確となっておらず、後部の要素はフィートを意味するコノルド語のファータルから派生したものである。しかし、最も古い名称はアヘティであった可能性もあり、この場合では前半の要素は ユーラシアはシミミズクを意味するウファーである。オフォートフィヨルドの三つの内側の入り江は、フクロウの三つの爪から名付けられたとする説もある。オフォートフィヨルドは、ヌールラン県で最も長いフィヨルドであり、ノルウェー北部で四番目に長いフィヨルドである。チェルスウンとエヴェネスは北岸にあり、ナルビークはフィヨルドの東岸と南岸に位置する。ロディンゲンと大きなベストフィヨルデンは、 オフォートフィヨルドの西南西に位置している。いくつかの小さなフィヨルドの入り江が主となるフィヨルドから伸びている。北西から時計回りに進むと以下の入り江がある。南側のオフォートフィヨルドの河口にはもう一つのフィヨルド、南東に伸びる狭いエフィヨルドがあり、エフィヨルド橋は欧州自動車道路と交差している。オフォートフィヨルドには豊かな海洋生物が生息しており、 冬には大量のニシンがフィヨルドに泊まる。これらの魚は多くのクジラやシャチを引き寄せる。オホートフィヨルドは赤ザエビが目撃された世界最北端であり、ダイバーは時折赤ザエビを観察している。タラとシロイトダラは年間を通じて最もよく見られる魚類であり、サバは7月から9月中旬まで見られる。オジロワシとカワウソは 力強い繁殖を遂げ、2012年現在では、フィヨルドとその周辺でよく見られる。カモメは一年中よく見られ、夏には、都鳥やアオサギなどの多くの渡り鳥が訪れる。第二次世界大戦のナルビクの戦いでは、オフォートフィヨルドがいくつかの海戦の舞台となり、特にナルビク港の近くでは、多くの船が海底に沈んでいる。これらは、ダイバーの間で非常に人気があるが、 これらの沈没船の一部は、船籍保護法にて保護されている。ドイツ海軍の駆逐艦、ゲオルクティーレは自陳し、ストラウムスネス駅とロンバク駅間の鉄道周辺から見ることができる。ありがとうございます。